はい、どうもこんにちは。巨人のユニフォームヤマトです。まあ呼びづらい場合はヤマトで結構です。はい、今日は文化祭、僕の高校の文化祭で余り物をもらったんですが、ルパンのやつです。はい、ちょっと開けたいと思います。じゃあ開封します。どうやって開封するか、こうこう、いや違いますね。どう、あれこれはどうやって開封、あーやりました、菊池発見しました。随分長くさあね、はいこれですね。はい、顔しかな、ありませんね。はい、次元ですね。多分次元大、間違いがないとは思っているんですが、間違えてたら申し訳ございません。はい。左からルパン。左から行きましょう。ルパン。ルパン。これはわかんないでいいとして。これも藤子さんですかね。はい、ゼニガト警部ですね。はい、次元です。はい、あと6番です。はい、6番ですね。当たった。はい、試しに動かして、何があるの、何が起きるかやってみましょう。なるほど、こういう感じですね。はい、結構面白いですね。あ、プロペラまで動くんですか。はい、なるほど、初めて知りましたね。プロペラ動きました。こんなにすごいですね。細かく特徴というか、なんて言いますかね、細かく作れておりますね。はい、はい、以上、巨人ファンヤマトがオフィス、ルパン賛成のフィギュアの開封動画でした。はい、普段はポテトチップ、プレーキチップス、プレー球場の球場行って応援したりしております。はい、今回は、僕の高校のやっている文化祭で余り物のルパン三世のフィギュアをもらったので、その動画を撮りました。はい、以上、ルパン三世ブルバックカーコレクションでした。